それでもう店の花を毎日触っているんだからうまくならないとかね、うまくなって当然なんですね。他の方々は1週間に1回お花だけをやりに来る方がまず多いんですけど、僕は毎日毎日やってますから、1日何回もやり直すこともありますからね。とにかくちょっとずつ申し無我夢中、一生懸命やって、結局は店の花はね、自分の思ってるような場所に、その場所に合った雰囲気の作品に、ね、仕上がるようになってきたんです。そして師範の免許取りました。それからはいろいろまた違う努力をしながらお花の良さを探して、行っております。で現在、まあちこちで私も講師として教えておりますけれども、やはり、ね、生け花って我々の生活に合ったもの、生活環境にね、合ってるものじゃないといけないと思いますね。これは、現代空間とか環境、生活環境に合ったものを生けてればね、とてもいいんですけども、もう大昔のものにも取り付いてそれだけしかやらないというのも、これはやっぱり、悪いことではないけれども、私的にはちょっと考えられないことですね。やはり素材をうまく生かしてきれいに生けることの方が先で、古事来歴とかあまりがんじがらめにあった伝統みたいなものにね、縛られないような美しい花を、その素材を美しく野に咲いてるようにじゃなくて、野から切ってきちゃってるんですから、それは我々がきれいにしてあげることはね、生け手の責任なんですよね。そういうふうに私は感じてます。で今花材がとても多くなってきて、遺伝子切り替え、組み替えとか、それを品種改良にこう取り入れたりしてね、例えば菊なんか秋にしか咲かないのに今一年中ありますね。これもそういうことなんですよね。光を当てて早く咲かせたり遅くさせたり、いろんなことをやっておりますね。ちょっとかわいそうですけどね、しょうがないですね。それからあと飛行機なんかの交通機関が発達しましたんでね、オーストラリアの砂漠みたいなところから乾いたようなのがドーンと入ってきたりね、それから寒い国のなんか花が入ってきたり、アフリカのなんかイバラみたいなものが入ってきたり、非常にそのバラエティが多くなったんで、生け花科はとても面白いんじゃないでしょうか。